リンクスタート。この間はありがとうございました。ピナの成長アイテム探し手伝ってもらって。なんで謝るんですか？わあ、思い出しちゃうじゃないですか。そんなお詫びなんてとんでもないです。キリトさんは私を手伝ってくれたのに。それにあそこでモンスターに捕まっちゃったのは完全に私のせいですし。プレゼント？キリトさん、そんな、そこまで言ってくれるなら、そのキリトさんからのプレゼント受け取らせてもらいます。すみません、ずいぶん連れ回しちゃって。私も実は楽しいです。そのデートみたいで。そんなことないですよ。中にはこんな大きいのもいますから。あんなのが乗ったら私潰れちゃいます。ピナって実は私が現実で飼ってる猫と同じ名前なんです。猫のピナも私の肩に乗るのが好きだったから、こっちのピナが私の肩に乗ってくれた時は私最初はとっても怖かったんです。そのアインクラッドの全部。でもピナに会えてからはここでどう生きていくかってことがやっと考えられるようになって、キリトさんに会ったあの時だけじゃなく、この子にはいっぱい助けてもらってて。ピナが「まあね」って言ってます。現実世界の方のピナもこんな感じなんです。もちろん可愛いのも一緒なんですよ。そうだ、現実に戻ったらぜひ猫のピナを見に来てください。きっとキリトさんにも懐かと思います。はい。なんか珍しいなって思って。これって教会だよね。お邪魔しまーす。誰もいないのかな。何かイベントが始まりそうだね。あ、向こうに人がいるよ。おや、お客様でしたか。普段は工房にこもっているもので気づかず失礼しました。ここに工房があるんですか？ええ、この建物の裏に。修道院の神父たちで銀や貴金属の鋳造をしています。主に指輪の類のアクセサリーを売って生活の足しにしているんですよ。
どのような指輪でしょう？ついの指輪です。ほう、ついの指輪ですか。キリト君、神父さんの頭の上、金色のクエスチョンマークが出てる。やった！ユイちゃんの言ってた儀式のクエストって、これのことだよね。他の話題で起動するのかもだけど、まあうまくいったからいいじゃない。お入り用でしたらお作りしますよ。普通の指輪だったらすぐ作れます。ええ、この層で手に入る金属を使えば素晴らしい輝きの指輪ができますよ。ですが、強い怪物が守っているため、材料が手に入りづらいんです。この辺りで修行しながら、ゆっくり力をつけて戦いに挑むといいですよ。神父さん、ありがとうございました。材料が手に入ったらすぐ持ってきますので。ええ、お待ちしております。道中はどうかお気をつけください。うん、分かってる。すぐに材料集めを始めましょうか。キリト君、準備はいい？じゃあ行きましょう。その前にいるのが、でも私たちなら楽勝だよね。うん、しないと。
これは驚いた。もう持ってこられたんですか？一体どうしたらこんなに早く用意できるのですか？これは素晴らしい。そんなお二人に急いで指輪を作りますので、ちょっと待っていてくださいね。お待たせしました。こちらが指輪となります。特殊な材料を使っておりますので、普通の指輪とは輝きが違いますよ。へー、透明ですごく綺麗。やはりあなた方も例の儀式に挑戦なされるのですか？祝福の儀式ですよ。この指輪をつけたまま、禊の湖、思い出の地、絆の神殿を巡ることを言います。あなた方のようなお若いお二人がよく挑戦されていらっしゃいますよ。ここからが祝福の儀式の本番ってことかな。そしたら私たちまた一緒に頑張ろうね、キリト君。覚えてるならよろしい。じゃあ指輪をつけてみよっか。装備品扱いにしてと。ん？何も起こらないみたい。キリト君も装備してるよね。あ、立て札に注意点が書いてあるよ。衣服を脱いでって。キリト君、そうしないとクエストが進まないってこと？ねえ、これって下着も全解除しないといけないのかな、やっぱり。絶対こっち見ないでよ。今さらとか思ってるでしょう。大体最近ずっと宿にいたから、キリト君とそういうことする機会もなかったし、それに急に裸になれなんて言われても心の準備が。よし、そのまま視線は左側に固定。じゃあ湖に入るわよ。私の指輪も。あ、透明だった指輪が薄い水色になった。着たいんだから。
ん、ホローエリアには町はもちろんお店もなかったから。食べ物といえば自分が調達した食料と野外調理キットで作る寂しい夕食だけ。そこに比べるとここは天国みたい。見て見て、ほら、たこ焼き。青のりやかつお節っぽいトッピングもかかってて、かなり忠実に再現されている。本格的でしょ。ファンタジー世界でたこ焼きってなんかミスマッチな気もするけど、なかなかの再現率だと思う。ほらほら、キリトも食べてみなよ、絶対美味しいから。ほら、あーんして。もうキリトってば照れちゃって。時間ある？違うよ。ちょっとブラブラしない？はい、しません。こんなところもあるんだね。へえ、面白いね。キリト、武器が売ってるよ。ん、何？何よ、気持ち悪い。本当かな。あ、見てキリト、こっち。ほら、ここから向こうを見て。素敵な夕焼けだね。世界全体が赤く染まっちゃうみたいな。おありがとう。え、どうして私が考えていたことわかったの？キリトって優しいよ。なんでそんなに優しいの？
仲間。私もキリトの仲間になれたの？そっか、嬉しいな。やっぱり？何を言うの？急にそんな。別に謝らなくてもいいけど、こんな私を仲間って言ってくれてありがとう、キリト。でもそんなに優しいとずっと頼っちゃうからね。うん、ゆいちゃん、ただいま。そうだね、住処として落ち着いてきたっていうか。あれ、ゆいちゃん宿にいないみたい。どこか行ったのかな。宿にいた人なら見てるかな。すみません、ゆいちゃん見かけませんでした？ゆいちゃん、ちょっと前に宿から出かけて行ったのは見かけたけど、どこ行ったかまでは知らないな。ああ、あの子なら町の外にいたのを見たぞ。ゆいちゃん、すぐに探しに行かなきゃ。うん、さっき俺が迷宮区から戻ってくるときに見かけたんだが、草原のあたりをうろうろしてたぞ。先に探しに出たのに。だってゆいちゃんが危ないと思ったら、いても立ってもいられなくなっちゃったんだもん。それでゆいちゃんはなんでまた一人で外になんか出たりしたの？それはアイリスの花を取りに来て。アイリスの花？頼んでくれればゆいちゃんが危険を冒さなくても私が取ってきてあげるのに。
い。ごめんなさい、パパ、ママ。そっか。それじゃあ私からは何も言わないでおくね。だね、お風呂に入りたいし。パパ、ママ、三人で手をつないでいきませんか？そうなっても、キリト君の索敵スキルですぐわかるんだし、大丈夫じゃない？じゃあ、私がユイちゃんの左ね。ありがとうございます。そちらの黒い方のことです。そう、あなたです。あなたに災いが近づいています。占い師のプレイヤーさんのようですけど、もしかすると向こうの世界で本当に占い師だった方かもしれないですね。あなたにとって今日ほど不幸な日はないかもしれません。何かすごい言われようですよ。ど
うしましょう。しかし、不幸を避ける方法が一つだけあります。それは。だって、しょうがないじゃないですか。こうしてないと、キリトさんが不幸になっちゃうんですから。こんにちは。で、シリカ？あんた、何やってるのよ。これはしょうがないんです。全然、仕方なくやってる顔じゃないみたいだけど。キリトさんが、占い師さんに、今日は不幸な日になるって言われたんですよ。しかも、不幸を避ける方法はただ一つ。それは、女の子とできるだけそばにいること。なので、こうしてできるだけそばにいるようにしてるんです。こうやって、ペターっと。なるほどね。それならさ、シリカだけより、もっと多くの女の子でくっついた方が、いいんじゃない？感謝しなさいよ。厄払いに協力してあげるわ。リズさん、くっつきすぎですよ。あんたがペターっとするんだって言ったんでしょうが。ただいま。おかえり。え、何やってんですか？なんかね、キリトが女の子と密着していないと不幸になるんだって。何それ、キリトくん、いやらしい。占い師さんに言われたの。こうしないと災いが起こるって。占いを侮ってはダメです。キリトさんに何かが起きてからじゃ遅いんですよ。そういうことか。それじゃあ、私も力になるよ。こーら、定員オーバーよ。私とシリカの二人でもう十分でしょ。備えあればです。キリトくんが不幸になったら困るじゃないですか。もう、言わなくてもわかってるよ。ちょっとあんた、自分から押し付けてるの？押し付けてるとか言わないでください。キリト君とくっつこうと思ったら仕方ないんだもん。胸が、そんなにないからこそ、密着できるってことはありますよね。ほら、こうやって、腕を絡めれば。あれ？ここにキリトいなかった？お店の前で声が聞こえたような気がしたんだけど。って、キリト何やっているの？そうそう、こうやって女の子がくっついていないとキリト君に不幸が訪れるって占い師さんが言っていたの。へえ、そうなんだ。いいなあ。ちなみにそれって、女の子だったら誰でもいいの？ええ、そうよ。なんだったらフィリアも入っちゃいなさいよ。この際、一人や二人増えたところで別に変わらないでしょ？じゃあ私も参加するね。うわぁ、とうとうキリトくんの体全部を囲んじゃったね。はい、これで不幸を回避間違いなしです。
むしろ幸せの絶頂なんじゃないの。うんうん、この先極楽間違いなし。キリト、お店を間違えたみたいね。一応聞いてあげる。それってもしかして商業区をうろついてる占い師？そうです、キリトさんを占ったあの占い師さんの目は冗談を言っている目ではなかったです。だからこうやってキリトさんから不幸を遠ざけているんです。安心してください、キリトさん。私が責任を持ってキリトさんを守りますから。じゃあ私も。あ、私もです。うん、私も。あの占い師、イカ様よ。イカ様？適当な占いをしてまぐれで当たった相手に幸運グッズを押し付けるんだって。そんな。それよりもキリト、よければ私があんたを占ってあげましょうか。任せて。もうすぐキリトに災いが降りかかる。あ、シノノ、キリトくん見なかった？あ、やば。どうしよう。キリトならそこの女子の塊の中にいるわよ。女子の塊？キリトくん？何やってるの？あ、いけない！お店に戻らないと！キリト、アスナ、またね！そうそう、私も買い物に行くところだったんだ。それじゃあまた。あー、そういえば最近見つけたダンジョンに潜りに行く予定だったんだ。あ、ピナを散歩に連れて行かなきゃ。キリトくん、なーにしてたのかな。じっくり話を聞かせてもらいましょうか。ほらね、不幸になったでしょ。